皆さんこんばんは。これから気象がんつエキスパートを始めたいと思います。今日は第32回神経内分泌がんになります。で、この気象がんつエキスパートっていうのは、国立がん研究センター、気象がんセンター、認定 NPO 法人キャンサーネット・ジャパン、がん情報サイトオンコロ共済、樋口宗隆がん研究基金、株式会社クリニカルトライアル、株式会社クロエ、 株式会社カルテポスト講演運営協力で開催しております。このセミナーは皆さんご存知だと思うんですが、原則第1、第3、金曜日に行っております。私は司会を担当いたします、国立がん研究センター、気象がんセンターの加藤陽子と申します。どうぞよろしししくお願いいたまますではあの開会に先立ちまして国立ちて国がん 研究センター気象がんセンター中央病院呼吸器内科でこの気象が三つエキスパートのプロジェクトリーダーである後藤康氏からあの挨拶お願いさせてもらいますよろしくお願いしますご紹介いただきました国立がん研究センター中央病院の後藤と申します本日はお忙しい中皆さんお集まりいただきありがとうございます がんセンターとしてもこのような会をもうすでに32回開いているんですが皆様のご参加によって成り立っておりましてこのような会をできることを私のような一員が言うのも何なんですけども大変感謝申し上げております私は今ご紹介ありましたように呼吸器のチームではあるんですけどもキャンサーネットジャパンも長らくお手伝いしている関係で今日こちらでお話しさせていただけるかなと思います えっと、今日の,あのお話は森実先生で森実先生はこの神経内分泌がんは今は日本でもこの話といえば森実先生が参加されるんですけども、えー、せっかく聞いてだいたように森実先生のエピソードを一つだけお話しすると僕は森実先生の下で働いていたことがなあるしばらくあるんですけどもその時はあの 水というところに属されているので森実先生はその時からこの神経内分泌がんを扱われていてなかなかその患者さんっていうのはいらっしゃらないんですけど森実先生は「どうしてこの森実先生神経内分泌がんをやられるんですか?」って言ったらあの上の人がたくさんいて僕はぜひこの患者さんは少ないけどこの神経内分泌がんをこの中で極めたいと思っているというような話をされていてまさにもう10年ぐらい前ですけどもその通り。 内経内血がんをといえば森谷先生という形で活躍されていらっしゃると思いますでまあ,あの幸いその後新しい薬とかも出てきて、まあ、この領域少しずつ発展している中今回はこの森谷先生にこのような話をいただけるということで、まあ、がんセンターとしてもこのような会としてもよかったなと思いますでは後ろに隠れているはずの森谷先生をちょっとお呼びします <laughs> 後藤先生ありがとうございました<あ>ちょっと森先生が <laughs> どうてま,すまずこのセミナーは皆様に先生の講義を聞いていただいてで皆さんの手元にあります質問表にあの講義の内容とか質問したいことを書いていただいて後半、の患者会の方も入っていただいてディスカッションするという形になっております。 でこれから今日登壇される方々をご紹介したいと思います。今途中まで出てきました。今日講師のあの森山先生です。森山先生どうぞ。先,先生前にどうぞ。<laughs> あとえっ、ー、と今日患者会代表として出られる増島さん前にどうぞ。あと協力患者会として出られる松山さん前にどうぞ。 で後半の進行を担当します勝さんお願いではマイクを渡しますので一人一人あの自己紹介をお願いいたしますますずは森谷先生からお願いします。 えっと、今日の、あの、前半の、えっと、まあ、レクチャーと言いますか、あの、講演を担当します。えっと、国立がん研究センターの簡単膵内科、それから、気象がんセンターの一員として。診療に当たっている、石野森実と申します。わ、えー、か、あの、ネックに関して、勉強してきたことを、皆さんと共有したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、皆さん、こんばんは、えっ、ー、と。膵臓がん関心を、パンキャンジャパンの真島でございます。 えっと私は2012年に膵臓がんが見つかってですね手術をしたんですけどもその時に P ネットが見つかりまして実は P ネットでもってあのインスリンショックでもって3回ほど倒れてたんですけども全然その時は診断がつかなくてですね気象がんは怖いなという印象で今あのこのようなあのこれ T シャツ着てるんですけどこれ11月10日がワールドネット真剣な分泌腫瘍の,の,用のえっと啓発デーなんですね。 それでこのようなあのあの T シャツを着ておりますけれども、後でですねフランスからシマウマ君が届きますので、まあそれと一緒に写真が撮れればなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。えっとシマウマネットの松山千谷子と申します。受付係で、あのメールは私のところに届きます。えっとネット。 マネットとしているのでネックの患者さんを排除しているのかなっていうことをあの聞かれたこともあるんですけれどあのそんなことはなくネットというので全部こうカバーしている名前になってますのであの年に4回ぐらい催しをっていうかあの皆さんとお会いするような会を催しておりますのでその時にご都合がつきましたらおいでください。 え、がん情報サイトのオンコロの勝値と申します。えっ、ー、と、後半のディスカッションタイムの司会をさせていただきます。まあ、何回もですね。ネットネックのセミナーをですね。あのまあ、ご縁があって聞いております。けれども、私自身もまあ毎回アップデートされる情報についていくのもやっとだという風うに考えています。今日はあの前半の座学でですね。まあ、きちんと勉強をして、えっ、ー、と後半につなげていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ありがとうございましたじゃあお席にどうぞお戻りください